やはり、福井県の子どもを任せてほしいです。三の間には、諦めないということを教わります。
拒絶に反応してくれた本田秀夫さん、本当に感謝しています。そしてその難しいミッションを見事に成し遂げてくれたパンサラッサ吉江豊、そしてうちのスタッフ、本当に心から感謝しています。大谷翔平君がプロ野球でもメジャーでも二刀流をすると言ったとき、多くの人が反対しました。多くの批判を受けました。でも彼は成し遂げて、位牌級者もパンサラッサの走りを胸に、これからも挑戦し続けます。応援よろしくお願いいたします。